今日は前回の動画の続きで奈良公園に来ています。奈良公園良かったです。春日大社と東大寺しか行っていませんが、それでもとても良かったです。奈良の世界遺産は春日大社や東大寺などの神社仏閣と平城宮跡の史跡だけだと思っていました。違いました。それともう一つ、春日山原始林というのが入っていました。今日はそんな春日山原始林の中を貫く奈良奥山ドライブウェイを走ってみたいと思います。今東大寺の北側を走っています。見えませんが、右手には正倉院があります。この先、奈良奥山ドライブウェイは3つのコースに分かれています。新若草山コース、奈良奥山コース、高円山コースの3つです。今日はこれを完全走破したいと思います。料金所です。若草山まででいいですかと聞かれました。大部分の方はそうされるんでしょうか。通り抜けたいんですけどと言って、二輪車料金780円を払いました。先には未舗装箇所があることなど丁寧に説明いただきました。桜の季節にはものすごいことになりそうです。いわゆるつづら折りが続きます。若草山山頂の駐車場に到着です。少し散歩して山頂を目指します。ここにも鹿さんがいっぱいです。いきなりのクライマックスでした。決して高い山ではありませんが、素晴らしい眺めです。絶景です。史跡ウグイススカ古墳と書いてありますが、鎖があって入っていいのか微妙な感じです。鎖の先は明らかに歩く道だし、先客もたくさんいるので入っちゃいます。ここもいい眺めです。こっち方向なんかは建物も少ないし、もしかすると古墳が作られた時代と変わらない景色かもしれません。
先に進みます。ここから先、どうもマイクがきっちり差し込めてなくて音声が入っていません。いつもと同じように BGM を入れているので、そんな違和感ないと思います。ご勘弁ください。次の料金所到着です。ここではチケット見せるだけです。ここからが奈良奥山コースです。ダートです。ダート初走行です。ここでも丁寧な説明がありました。個人的感想ですが、春日大社の駐車場でも何回かあった料金所でも、年配の方がすごく丁寧に対応してくれて、とても気持ちがいいです。洗練された観光地はこうなるんでしょうか。すごくいい感じです。路面は硬くて、そこに砂や小石がたくさん落ちてる、前輪からステンと行く感じの道路です。だけど肝心の危険なカーブのところは舗装されています。ありがたいです。正直、慎重に走ることに集中して景色を堪能していません。だけど想像していたちょっとひんやりした静けさという感じではありません。ここからが高円山コースです。高円宮の宮号の由来となった山です。宮号の由来となった地は他にも、若草山の別名三笠山から三笠宮、奈良市にある地名秋篠から秋篠宮があり、さすがこと奈良って感じです。万葉歌碑とその奥は高円宮殿下お手植えの柊だそうです。展望所がありました。大和三山が見えると書いてあるので写真を撮ってみましたが、正直どれが三山なのか分かりません。高円宮様には申し訳ありませんが、このコースは正直帰り道という感じでした。ということで、奈良奥山ドライブウェイでのバイクと散歩でした。クライマックスは最初の若草山山頂からの絶景でした。最初の料金所で若草山まででいいですかと聞かれた理由が、感想してみて分かりました。だけど一度は通っておきたい道だと思います。
前回と今回で奈良の世界遺産3つを回りましたが、登録されているのは8カ所だそうです。一つ一つじっくり回りたいですね。それでは次回まで、これでに。